そうです、よろしくお願いします。バナナとか、あ、じゃあここのちょうどこの辺、ここら辺、あ、そこら辺でやって、パーファイブのあれグリーンの棚に池がぶってあるんです。木がここってマイルパイプぶってあんだっけ、池がぶってる、ぶって、ぶってるね。ちょっと待ってください、耐えられる、よいしょ。よめっちゃいい、イメージ通り。そしてクラフパスはうまい。おお、すごいですね。すごい来た、すごい来た。完璧じゃないですかね。クラブのパスが 0.7、 フェースも 0.7、 アタック角 3.2、 ボールスピード43の、クラブスピード43のボールスピード63、スピンアクシス 0.9 だもん。すげえ、260ヤード。女子プロよりも飛びます。トップクラス級の女子プロ。褒められてるね。このハンディ10以下の人の数字じゃないですかね。いや、すごい。いやいやいや。今のは多分頭が上がっちゃって。うん、当たりが弱くなっただけだと思ってるんですけど、どうなんですか。まあ、そうですね、その頭の動きとかもあるんですけど、まずここのライが左足下がりなんで、構えてらっしゃるときに右向いてた、こう構えてたんで、
まずここライナリにまず構えてあげることが一番大事で、その感覚を覚えてもらえると斜面とかのアプローチでだいぶいつもと同じような平らなところと同じような状況を作れるんで、そこを意識して一緒にアプローチやっていきたい。それだ、はい、ありがとうございます。左足下がりからのアプローチを、そうですね、斜面はそこが大前提ですね。まず失敗しちゃったんだ。ライナリにまず構えてあげる。ライナリに構える、はい、だ右膝とかも窮屈だったらもう左足に寄せて、でしょ、はい、寄せちゃって大丈夫です。はい、ライナリにまずは構えることができます。あ、いいですね、いいですね。あ、そのイメージの方がいいですね、うん、狙い通り。あ、行き過ぎた。タッチは練習したら合ってくるんで、うん、その構えだけ決まったらいいです。超えたけど。超えたけど。ああ、でも大丈夫、大丈夫。安全。短いから。ギリギリ。思った通り打てたんだけど。7打を池に入れなければ100切れ50切れてたのに。手つきメンバーとしての意識が足りなかった。練習行くか。こんにちは。こんにちは。待ってどうでした？3発でした。これからもその試合とかってどんどん出ていく感じなんですか？あ、出ていく。なんか将来もう俺はプロになるんだとか決めてるんですか？はい、決めてるんですか？いつ頃からとか考えてる？高校1年。いや、やっぱ寮くんなんかしら越したい。やっぱ15歳くらいで行っちゃいたい。やっぱそうだよね。え、同世代でなんかライバルみたいな子とかいるんですか？ライバルはいます。いるんだ。何人？日本人もいるけど、うん、インドとかアメリカとか。そうか、その子たちと毎回戦っていくんだ、今後も。はい、そうですよね。すげえな。まあ、データを使ってこれから練習行くんだけども、練習目標を立てる、みんなで。じゃあ彼女の場合はアタックアングルをもっと下から、こうアタックアングル下からついた時に今度ロフトが寝ないように手首を立てる練習をしなきゃいけない。ただこうやればいいって今度またロフトついちゃって立てる練習をする。ボールヒーロー行くよ。